気をつけて。でウェスティングハウスが交流をやって買って、ウェスティングハウスから G2 ライセンスして、で大阪レッドが60の。これを見ないといけない。これ60ヘルス系統がこう入ってきて、そしてこのサイリスターを通じて直流リアクトルを経由して、ここで直流系を制御していって、50ヘルツ系に行って、電力をこちらへ融通したり、こちらへ融通したりする、という設備です。30万キロですね。やっぱりこの3つが 50Hz、 フォーガーが 60Hz で、それぞれ地中を通じて可能変圧器に入って、直流回路を通じて電力を 50Hz。サッセンボルト。これは紀伊水道のサイリスタで、光点呼式で8000ボルトで、定格電流が3500アンペア、大きいですね。日立製作所です。